開国アクハックでございます。ピース。今日はですね、掃除してたらね、水彩絵の具がね出てきたけ、中学校の頃使っとった。これ全部一個ずつに書いて書いてる、全部名前書いてる。何を書こうかと思って、でふと思い出したんですよ。私は思い出したんですよ、私の生い立ちね、画伯の生い立ち。まず今日は掃除してました。掃除してたら頭にガコンって、これはちょっと持ったけど、ちょっとニュートンみたいになってるけど、リンゴが落ちてきてとかじゃないけど、水彩絵の具が落ちてきてとかじゃないけど、普通に掃除してて、で見つけたんですよ。え、これ何と思って、久しぶりに見つけたのがこれですね。はい、水彩グッズを見つけてしまってですね、ふうふう、これはやるしかないなと思って、ショールームでやろうと思って、してまず準備をしようと思った時に、なんかちょっと画伯っぽいなんか服ないかなと思った。ああ、あった、そういえば襟がついたやつ着てたらとりあえず画伯っぽく見えるかと思って、襟がついた服を持ってきました。そしたらなんか物足りないと思って、帽子ボックスを探してたら、ベレー帽があるじゃないか、ベレー帽をねかぶったんですよ。ベレー帽かぶったら、あ、形は OK、形は OK、もういつでもどこでも筆を持ったら、もうここはイタリア、イギリス、どこ、パリ、なんかもう絵が描けそうな雰囲気が出てきましたと思いました。でなんかちょっといろんなアングル、ベストアングルを探したんですよ。そしたらこうなりましたね、ここが一番いいかなと。でこうやって描いて、描くものもね、おお、見える、みんなが先生みたいな感じ、先生の目線ってそうじゃないですか。カイさん何やってるの、何作ってるの、これ何書いてるの、言って、今日もそれなりに寄せてきました。いや今日はいろんなことに挑戦していきたいと思います。なんか何やろうと思ってふと思い浮かんだんですよ。それでなんか小学校の頃にやったなんか動物みたいなやつを描こうと思って、動物を描こうと思ったんですよ。したらね、その小学校の頃に描いた動物はなんかいろんな道具を使って動物を描くみたいな。でそしたらなんか今日なんかマスクつけよう、マスクをなんかマスクしようと思ったらなんかこうドアノブにこの輪っかのとこ引っ掛けて半分になくなっちゃったんですよ。半分になっちゃったんですよ、マスクが。そしたらじゃこれを使おうと思って、じゃこれ横活用しようと思って、せっかくマスク、黄色いマスク使おうと思ったんですけど、ドアノブにねちょうど引っかかってからね、ビリビリになっちゃって、ここに昔使ってた歯ブラシ、フォーク、キャップ、したらで、まず絵を描いていきたいと思います。イエーイ、ちょっと帽子がどんどん後ろに行くわ。このベレー帽変えよっかな。
まあいっか、なんでもいっか。この上を見たり下を見たりする作業で帽子が落ちてなるのかな。じゃあまず私が作っていくの、まず描いていくので、みんな何を描いてるか当ててください。ちょっと暗い、電気つけよう。うわっ眩しい。結構結構、おこれぐらいいっちゃう。わ、なんか夕方みたい。なんか書いていきます。あ、タグがついてる服のタグあんまりさ取らずに着るんですよ。よし、では描いていきます。じゃあ私が何を描くか当ててくださいね。ここに水があるんですけど、これはカープのやつ。絵の具するために水がいるでしょ。よし、やっていきます。え、じゃあ何描いてるか当ててね、ヒントなしで。ボンジュー。え、楽しい。久しぶりに図工って感じ。これどこにこれ何を出すんかいね。まあいいか。え、こんな感じ。いや、まだ何も書いてないけど、キリン、まだ何も書いてないけど、キリンじゃないですけどね。え、じゃあちょっとどうしよう。隣の、いや、バナナ描こうとしてないけね。バナナ描こうとしてないけ、別にバナナ描こうとしてないけ。なんか久しぶりに絵の具使うわ。みんなも絵の具とか使わんくない？てか私絶対アイドルじゃなかったらこんなあれじゃなかったと思う、してなかったと思う。じゃあまずしていきたいと思います。なんでこの色を出した色は見える？みんなから足りんかったかもこれね。ちょっと足りんわ。ね、待って、足りませんね。なんかここにさ出してここに写すとかだと思ってたけど、もういいわ、いっぱい出してしまう。これさ、なんかなんかさっきね、棒チューブ、いろんな動画のさあれで、いろんなね絵の具のやり方あるんだなとか思いながらね見よったんですよ。できた。よし、でまずこれを使いたいと思います。じゃーん、ペットボトルのキャップで、こうして、え、なんかちゃんとついて、じゃん、こんな感じ。おお、味がある。ね、なんかで、これでこれを何個かやろう。え、楽しい。なんか私図工がさ好きで、結構好きだったんですよね、図工の時間。うん、でもあんまり先生に褒められたことない、図工で。なんだ、まだ分からんでしょ。分かる？何作ってるか。これで分かられたら悲しいんやけど。ちょっと色を変えていきたいと思います。
ねえ、待って、バレた、もうバレた、早くない？ちょっと待って、え、まだ分からんことにしとって、あんまり図工の時間にね、先生に褒められたことないけえね、みんなが今日は先生の代わりでいっぱい私のこと褒めてくださいね。カイさん意外に上手じゃん言って、いいね、変色しました、変色しました、ほう、楽しい、あれなんかこんなんじゃなかった、こんなはずじゃなかった、並びがないわ、まあいいわ、この辺にやっとこう、え、どう、わかる？難しい、あ、もう最悪、作品の上に落とした、え、これどうしたらいい、こんな味じゃなかった、こんな味じゃなかった、どうしよう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 、ね、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしたらいい、こんなはずじゃない、まあいいわ、じゃあここにポンと一個落ちましたみたいな感じの設定にしよう、帽子落ちた、うん、うわ、なんか黒くなったんやけど、こんな色でいいか、まあいいか、え、もう最悪か、最悪、順調だったのにここに、もう何に、まあいいか、よくない、楽しい、なんかね、思っとったのとまあまあちょっと違うけど、まあ楽しい、どう？結構ね、楽しいよ。すごい薄くなった。なんかどんどん色がなんかくすんでってきた。オッケーオッケー。これでいい感じ。とりあえずいいわ、まず、あ、ちょっと、じゃあここになんか、これどうしよう、ほんまに、じゃーん、ここまでできました、それで次はどうしようかな、うん、ちょっと乾かそっかな、びちゃびちゃないけど、みんな何作ってるか分からんでしょ、まだ、まだ何作ってるか分からんやね、私、作品はさ、こっちにやったらいいのか、
ビリディアン。びちゃびちゃ。なんか。まあいいか。でなんか懐かしい。他にねいろいろフォークがあるんだけど。まあいいか。できん。芸術的ですか？もう芸術、美術の授業で習ったみたいな感じ？ほ、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 こしてこのストローで吹いていきたいと思います。え、うまくできるかな。わわわわわわわ、怖い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 。いきます。見てください、このじゃーん。どう？え、上出来？どう？これ成功じゃない？で、これできましたって言ってこうやってみんなに見せたらトラーってなっちゃうからもうこのままにしよう。皆さん完成しました。さて私は何を描いたでしょうか。武道館。クオリティ高くないですか。正解はブドウでした。イエーイ。ちょっと新しい帽子持ってくるわ。帽子が取れるけ、これじゃ。よっこいしょ。あ、こっちに行っちゃダメなのか。靴下、靴になったらダメ。帽子を変えました。どうしても帽子をかぶりたいんよ。オッケーオッケー。前髪ちゃんとして。どうですか？似合ってる？画家っぽいですか？そう、画家感を出したい。画伯感を出したい。待って、これ乾くまで時間かかるわ。じゃーん！ぶどうが完成しました。ちょっと前髪が嫌。よっ。
よいしょ、おいしょ、おいしょ。あんまり良くなかった。はい、できました。これを乾かしておきます。よいしょ。もうこれでなんかやりきった感がありますね、すごく。じゃあここにサインしとくわ。あー危ない。やっぱりちょっと何もなかったことにしよう。それでは次はこれに移ります。じゃーん、2枚目。何書こうかな。まあせっかく緑出したんでこの緑を使おうと思います。はい、それではやっていきたいと思います。あれ、まあこれはもうなんてこったい、色が混ざっちゃった。まあいいわ。じゃあこのマスクを使って、あの次はね、単体ではなくてもういろんなものを描いていきます。じゃこのマスク使いたいんだけど、こんな感じか。よし、マスクでこうします。じゃんじゃん。まあいい感じ、いい感じ。あ、いい感じ。私の想像通り、想像通り。なんかね、結構ね、図工ってね好きですよ私。楽しいもん。なんか自分がなんか何を作ろうと思ってもなんかいい感じできるのが。あ、危ない危ない危ない。もうこの普通はなんか絵の具っていうか、なんか新聞紙とか出してね、やらんと。いや、まだまだ深海。これはなんかもう全体的にいろんなね、もうちょっと見せてした方がいいか。あらららら、まあいろんな色が混ざっちゃってきて、まあいいわ。図工っていいですね、なんか。待って、見てほしい、みんな見て。このあるあるかもしれないけどさ、色混ぜたこの中が芸術みたいになった。うん、よしっていう報告でした。そう、どう？まあいいか、こんな感じか。うん、楽しいなー。で、これでバレるよ。よいしょ。絵の具使うことってあんまりないですもんね。普段でないですよね。水変えたくなった時どうしよう。まあいいか。これはもう書いちゃいます。あ、これでここでストローだね、さっきみたいなね。で、これでも水あんま少ないけど、めっちゃ頑張らないといけない。
や、なんかあの木が生きたみたいになったんだけど。肺活量がこれめっちゃいるわ。まあいっか。でこれで何を書こう次は。次何書こうかな。木書いたら何がいる次は。書いたら次は何？うさぎ。うん。人？ハト？太陽！太陽作るわ。まず太陽描くわ。あー出しすぎた。なんかねこういう図画工作っていうのなんか小さい頃はなんかもう図工の時間めっちゃ好きじゃなかったんですよね。なんかあんまり好きじゃなかった。なんかうんあんまり好きじゃなかったんですよ。赤がなんか茶色っぽい赤になっちゃった。太陽を作ります。でこうして、あ、なんかねえ、あ、オッケー。味がある太陽ですね。じゃん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 できたできたできた。太陽ちっちゃいね。でここで、うん、雲！雲を作ろう。大きい声でした。雲を作ります。なんか絵の具で何を一番使うって、白を一番使ったわ私ちっちゃい。白だってさ、なんかさ2個とか入ってませんでした？これで作りたいと思います。あー全然つかん、やっぱ水がちょっといるわ。いいね。なんかガチの絵ができてる。あ、やべやべやべ、太陽に滲んだ。画伯ですから。完成を楽しみにしておいてくださいね。なんか何を描くかね。でここになんかなんかないとね。ここになんかないと、うん、何を描きましょうか。やっぱ帽子取るわ。前髪がうまくいかんけ。木、太陽、雲ときた次は何ですか？海。海？
虹。おー、虹。クマドラゴン。うーえ、ま、湖、海とか湖とかでどうやって書けばいいんだろう。ここ？井戸？スライディ？それじゃここにおるけ、おきてん。海？ここに青、青く青く晴れた空に、なんだって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 ように笑顔と裏腹もやもやしてる。あー世界はどこまで青空なんだろう。あーここから地平の彼方に目を細めた。あーどこかで誰かが泣いてはいないか。え、海ってどう？どこどこどこ、こう。海ってどう？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 いや。いやー。海は広い。めっちゃ丸くなったよ。グラデュエーションにするわ。うわ、エメラルド。黄緑になってる。やばいやばい。水が足りん。やばいやばいやばい、はみ出た。これ怒られるわ。あ、なんか木と同化しそう。海に見えん。さすがが、迷いがないんです。迷ったら負けです。いや負けじゃない、迷っていい、迷わないと。じゃ、あの味を出したらいいね。何の意味もない行動するわ。こういうね、波を描きます。気持ちが絵に何の変わりもないけどね。うわっ、もういいや。よし、できました。もうこれはこの、これはこれでいいんです。はい、ガーゼー。まずさっきのね、ブドウがどうなってる、これの作品がどうなってるかちょっと見てみましょう。あ、若干まだ乾いてないですね。でもさっきよりは大丈夫。わ、やばい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 、海が、海がどんどん、海、あー、まあいいわ。はい、さっき描いたブドウがこのようになっております。イエーイ。いや、ブドウなんかうまくない、うまくない。私はここにカイコカが書いたよっていうサインをしたいと思います。視聴者プレゼント、いやこれめっちゃ気になる。もうこれなんかできんかな、これを。まあいいか、無駄なことやらんとこう。
じゃ親指でこうしとく、こうやってシミがサインっぽく見える、遠くから見たら。まあ、いっか、じゃあこのままでいいや。まあいいや。じゃあなんか次はお絵かきチャレンジしようかな。でも道具がない。イヤホンどこやったんだろう。道具がない、もうこれで。ぶどうはまだ乾いてない。でも私の絵がさ、さっきからさ水が多すぎてさ、ちょっと大変なんですよ。おいよ、おこい、どこいしょ、よいしょ。ペインターな、次何描こう、何描いてほしいですか。水がすごい色になってる、確かに。これ緑がいっぱいあるよね。で次は奈ちゃん、奈ちゃん、難しそうですね。書いてみるか、書いてみよう。奈ちゃん書いてみるね。じゃあ奈ちゃん書いてみる。なんかいっぱい毛が抜けるんだけど。よし、じゃあちょっとミントグリーンみたいなやつがちょうど残ってるっけ。じゃあまずなーちゃんの輪郭を描きます。わしの筆に迷いはないよ。そう、グリーンで。お、いいね。お、いいよ、今のところまで。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。今の今までいいですね。いい感じ、いい感じ。眉毛はキリッとね。鼻はスーッと。
すごいこれすごい。いや、声誰もかけ似てる。次は目。目はねキラッキラなんですよね。ちょっと難しいな。あー目は似てるかも。え、なんかでも笑ってないわな、これは。まつげが生えます。え、誰思っとったんとちゃうわ。じゃーん。似てる？だけどもうちょっとなんか、もうちょっと、もうちょっと。なんか でもなんかこういうイメージだと思うんですよ。鼻はスッとして、目はクリクリっとして、ピアス。で、あ、こんな感じの方がいいか。あ、薄い、字が薄い。岡田。岡田なのさ。できたー。じゃーん。これは岡田奈々さんです。完成しました。楽しい。どう？ユキ？まあいいわ。なんか味が出てるよ、なんか。もうちょっと髪の毛描くわ、濃いめに。よきよき。喜んでくれる？よし、じゃあこれはよき。次、次は誰かこう。なち喜ぶ？喜ぶか。
ほちゃん、やぶした、みゆみゆ、難しそう。ちょっとやぶした書いてみようか。やぶしたって何のイメージ、何色のイメージ、誰がいい、定まらん。じゃあこの中の誰か書くね。さっき名前が出た誰かを書きます。うん、これで全然似てなくてってなって悲しくなる気。ドゥルル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 ル、うん、あ、楽しいね、絵描くって。いきます。まずは輪郭から。輪郭大事だけど、なんか毎回まあなんか輪郭は微妙ない。輪郭大事って思いながら輪郭は微妙。いいね、いいよ、まだ分からんでしょう。あ、じゃあ髪は後にしよっかな。髪でバレるかもしれんもんね。よし、髪は後にしよう。で次眉毛、眉毛は眉毛、いいわ。で鼻は、いやこの人も鼻ね、わあむずい。この口がね、結構特徴的ですね。眉毛もうちょっとなんか、眉毛やるの太くなる。まあいいわいいわいいわ。難しいこの人。いや、これで分かったでしょ、誰か。分からんかな。分からん。どんな特徴があるじゃろ。髪の毛ちょっと長い目ですよ。似てると思ったんだけどな。あ、分かる人分かるかも。分かる人分かってくれてるかも。
ここにヒント書くね。わ、猫みたいになった。どう？あ、見えん、遠すぎて。じゃーん。近くで見たら分からん。正解はこれ犬です。正解はみちゅです。え、似てないかな。似てると思ったんだけど、みちゅに。じゃーん、今村美月さんです。え、分からんかった。悲しい。そう言われたら泣いてる。みちゅって言われるとみちゅなんか、このパッツンの前髪とか、この口とかがね、みつきさんをイメージしてみたんですけど、難しかったですね。後ろにまあ犬描いた時もこれで分かってくれるでしょう。うん、オッケー。あとは誰がおるじゃろう。汚な、なんかみんなが分かるみたいなね。さっきの話の流れ的にね、呼ぶした書くみたいなね、あれで呼ぶした、呼びたって言って、みんながこれ呼びしてねって。あ、犬の名前はチャマね。この子チャマっていうのね。あんたチャマっていうのね、聞いたことあるけど。あとでみちに写真送ったりや、なあちゃんも。おきちゃん書いてない。じゃあおきちゃん書いてみるわ。次おきちゃん書くね。じゃあおきちゃん書きます。おきちゃん何色？私のおきちゃんのイメージ、グレー。確かにおきちゃんこそ黒かもしれんわ。あ、おきちゃんこそ紫かもしれん。確かに。まあ、いいや。グレーで。グレーっていうかもう黒になった。よし、描きまーす。じゃあ、おきちゃん描くね。よし。描きます。細長い。
きちゃんって耳ある？グレーと、グレーというか黒になったんやけど、マイク。で、前髪、きちゃんの前髪、おきちゃんの前髪こういうイメージ。流してるイメージなんですよね。ね、で眉毛がなんかちょっと斜め。で、鼻はスーって感じ。で、あ。こんな感じですね、おきちゃんは。ちょっとツンって感じ。こう、あ、いいねいいね、ツンって感じ。え、めっちゃぽいんだけど、私の。口適当な。おきちゃんに怒られた。ちょっとで、心配心配。これ似てない似てない。これおきちゃん似てない。似てないです。やばい、スランプ、ブランク、スランプ、ブランク来た。やばい、もう今陥ってしまった。画伯壁にぶつかった。オキのおかげで、オキちゃんのおかげで壁にぶつかってしまった。おきちゃんのおかげでスランプに、壁にぶち当たってしまった。難しい、絵は難しい。よし、うん、では描きます。もうワンモアチャンス。おきちゃん輪郭がさ、シュッとなってるイメージなんですよね。先に鼻描こう。私が描く絵の鼻ってこれですよね、全部全部棒。おきちゃんのなんか特徴、目なんです。目が結構知ってるかな、水面っぽいイメージ。口は、こういう形ですね。はい、で目を描きます。まず黒目を描きます。黒目もあの人クリクリなんですよ。で、で、ちょっとつってるんですよね、目が。こうなって。お、いいね。ちょっとね、こうなって。いいね、いいね。こう、もうちょいこうなってる。あ、そう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 。こう、こう、こう、こう。なんか、で、ちょっと。
目頭はこうなってますね。うわ、誰で、眉毛はこう下になってるんです。眉毛はこうなってる。で、前髪でこう、前髪でこういい感じに隠して、なんかもう起きちゃうんじゃないか。誰、誰も起きちゃうんじゃない。これはもう、これは起きちゃうんじゃないわ。なんか見知らぬアナウンサー、いやマジで思ったったんと違う。なんかでもマジでなんかどこかのアナウンサーさ、でもおきちゃんっぽいっちゃっぽいんですよ。ほんまにね、ちょっと難しい。おきちゃん書こうと思ったら、どこかのアナウンス、どこかの女子アナって感じ。写真に戻って自分を描いてみますか。自分を描きます。じゃあ自分はここにある茶色っぽい赤っぽい色でいきます。字を書いてみると、いや難しいな。自分も、自分もね丸いんですよね。丸い、こんな感じ。まずさっきと根本的に輪郭が違うけね。で前髪はなんかこんな感じで、こうこう、あ、もうこんなイメージ。自分どう見えてるか知らんけど、なんかちょっと丸くて、ちょっとえ、ここまで似てません自分に。これもここまで私じゃないですか。分からんけど、自分から見てる自分で、鼻はスーじゃなくてなんかこうドン、
となんかね、あれが違う。ちゃんとまつげも描いてるんですよ。でなんか全部こう下にある顔がなんか、でこれの後にこれ見たらあなあちゃんってなりません？この後にこれ見たらあみーちゅんみたいになる。鼻が違うんやみんなと。これがこれが開口。いいと思います。嬉しい。いや楽しいですよ結構絵描くのって。いいですね絵描くの。オッケー。それでは今日の作品を発表していきたいと思います。イエーイ。まず今日の作品こちら、一つ目はこちらです。ドン、ブドウ。イエーイ。今日の時節目はぶどうです。はい、今日できた作品だった。今日できた作品たちにサインをしていきたいと思います。ちょっとサインペンを、ペンを取ってきますね。ちょっと待って待って。あ、オッケーオッケここにペンを持ってきました。このペンはじいちゃんがくれたんですけど、書きやすいって言って、書きやすいペンです。書きやすいペンをじいちゃんが買ってくれてくれました。じゃあここにサインします。いつものサインじゃないサインがいいな。なんかないですか。いつものなんかこう普段のサインじゃないサインがいい。普段のサインはさ、いつもはこのサインなんですけど、なんかこれがシュ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 がいいな。
や、引き体でフシャシャシャみたいな感じ、いくよ、引き体で描いたら、あー、かっこいい。で、ここはここに描いていくね。どう？これちょっとぽいですか？ぽい。楽しい、待って、楽しい、これは楽しいよ。なんか Thank you って書きたいな。サンキューだから、みたいになるんか。一回筆記体はね、練習したことあるんですよね。難しい、難しいっけ、やめとくわ。じゃあ、おかえりー。じゃあ今日の作品にサインをしていきたいと思います。まずはこちらです。じゃん、おかえり、ぶどうでございます。でここにサインしますね。かすかにサインが見える。ぽい、今日の作品ぽい。じゃあ、オッケー。そして次はこのどこかの風景でございます。この風景にもサインしますね。はい、できました。じゃーん、ここにココアって書いてきました。できました。はい、個展開くかな。そして次は岡田奈々さんをかけまして、ここにサインしますね。確かに私が来ました。確かに私が書かせていただきました。じゃん、ココア。はい、イエーイ。で、この今村美月さんも私が書きましたね。確かに、確かに私が書きました。はい、サイン会ですかね。やるみつきさんが書きました。はい、そして次はこちらです。自分も書きました。これ教室、じゃーん、自分は書きました。はい、そしてこれ最後はこれですね。どこかな、女子アナ。これはおきちゃんを書こうとしたんですけど、最後こうなっちゃったので、まあでもこれもね、ちゃんと私が書いたっていう、書いたのでね、いいでしょう。ということで本日はこのような作品でした。このような作品たちに出会うことができました。大成功でいいですか？大成功じゃないでしょうか。
出会えて私幸せでございます。皆さん今日は楽しんでいただけたでしょうか。いや視聴者プレゼントしたいですね、これ本当にしたいぐらいですね。はい、では今日はねここら辺で放送終了しますね。いいでしょうか。なあちゃんにあげる、欲しい。じゃあ写真撮ってあげるわ。では今日はそれでランキングを呼びます。13位ムーピングさん、12位メガネおばちゃんさん、11位黒蜜きなこさん、10位ラームさん、9位ガレオンさん、8位かもめまきさん、7位カープ好き石くんさん、6位おっくんさん、5位おいちゃんさん、4位背景さん、3位のっしーさん、2位マットさん、1位はチャーミーさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございます。今日も楽しく配信ができました。絵も描いて満足でございます。配信を見守ってくれてありがとうございます。今日は変な画角からだったんですけど、いいですね。またこんな配信もまたしたいですね。それでは今日ここら辺で放送終了します。見てくれてありがとうございました。放送終了まで5 4 3 2 1バイバイ。ありがとう。